きました。あと6つくらい、これはクリーム、あーなるほどね、クリームくらいで、僕は北五反田に帰りました。結構暑くなりました。新宿の思い出横丁を駅に向かっています。古く駅時代のすごいですね。おーすげえ。あと10キロぐらいでゴールだろうと思います。さすがにへばってきましたが、ああいいですね、この趣は。知らないうちに代々木の駅に着いてました。決めるわ。これ超やばい、全く似合ってません。恐ろしい無難の層にから解放されずに、やっと原宿の駅にたどり着きました。全くこういう状態でして、左側の足の甲が全く出せないのでびっこ中です。なかなかスピードが出ない。渋谷に着きましたが、まあ、原宿に比べるとちょっと落ち着いた感じがしますが、ホモサピエンスの群れすごいですね。家を出ること何十年、相当辛いストレス。すごいですね。あと恵比寿、目黒、五反田、3つになりました。素晴らしい。股関節が慣れてきまして、痛みがだいぶ少なくなりました。おかげさまでだいぶいい感じです。渋谷に来ました。